本当に、えー、出てくる人はみんんんな読んだらいいんですよこの小林さんに出てくる先ほど言ったねフォーレとかドビュッシュの音楽を聴くだけじゃなくヘーゲそして、えーねマ,ルでね、マルクスさんに出てくる人もマルクスの資本論を読んでいけばいいんでだからこの小林秀を通して考え方も学ぶけどさまざまな人の名前が出てくるその人たちを紐解くきっかけになる、うん、この小林秀を読んでそこから広げていったらいいんです。うん こういうい、ね、い、えー、著者っていますよ本当数少ないですけどこの人をじっくり読んでさらにその人が引用したり取り、まあ、上げている人たちを今度は、えー、自分でその本を、えー、探して読んでいくでまたこの文章に戻ってくる先ほどのドビュッシーとフォーレと一緒ですねドビュッシーとフォーレが出てきたその曲を聴いても文章に戻ってくるそういうことをして非常に、まあ、の立体的な理解が自分に、まあ、促されて。 でそれががままた新た新な広がりを持ちますよ、うん、その瞬間にとどまってる理解なんて面白いもんじゃないですよ意味がないやっぱりその理解がいろんなものに派生して広がっていくそうそのなんかこう考えのパ,パワーのでね、なんかこううごめく塊みたいなもの,ものが自分の中に形成されていかなかったら面白くないでその矛先が今度は話すことなのか書いていくことなのかねこの文章にすることなのかさまざまみんなあると思います必ずそのくそのういうくい 何かに表現をしたいなというようなものを誘発する考えの塊が本当にしっかり読み込んだり、えー、ちんあの美の沈黙に耐えるようなそういう何だろうな鍛錬を繰り返してその先には表現をしよう自分から今度は作り上げていこうというふうになるんです。それがやっぱりね人間としてやっぱ作り上げることどんな形であれそういうものをね 形成自分の中に形成してくれる作家の一人一人があの物書きの一人がこの小林秀夫だと思いますね。うん。ぜひに、ね、こういう人がやっぱ一流で本当にだから物を考えるもう本当きっかけをもう各ページで私たちに与えてくれるんです。こんな魅力的な人はねやっぱりあの我々は大いにあの取り組まないといけないと思いますね。